ちは、森本です。本日は How to DJ 動画となります。今回のテーマはですね、有名 DJ がよく使う曲と曲のつなぎ目がわからないミックス方法編となります。よろしくお願いします。では、早速動画を解説させていただきたいと思います。はい、ですね、曲と曲のつなぎ目がわからないミックスをする有名 DJ ってたくさんいるとは思うんですけど、そういう人がどういう風にしているかっていうのですね、実はわりかし、こういう DJ 動画でもですね、見受けられないので、もう私いろんな DJ のですね、有名 DJ のこう、手元をですね、たくさん見てまいりましたので、それをですね、ちょっと解説できればなと思っております。こういう風にですね、まず、次の曲をですね、じわじわこう、7、8ぐらいまで縦フェーダー上げます。その時ですね、EQ は全体的にまあ、6、7割ぐらい。これってまあ他のミックスでもですね、よくお伝えしてるんですけども、で、それに対してですね、もともとかかっている方のですね、フェーダーもまあ9いかないぐらいまでちょっと下げて、ここら辺はもう、ちょっと感覚値になってしまうんですよね。全体に出てる音がどうかなっていうのをですね、ちゃんと認識しながらやっていただくといいかなと思います。で、そして徐々に次の曲の EQ をですね、フラットに近づけていきます。その時に、邪魔なって言ったらあれですけど、音がこう、やっぱり EQ プラスすると音ってやっぱり膨らむじゃないですか、音圧、音量っていうのは。その時にですね、もともとかかってる方の、EQ でですね、音圧音量をですね、ちょっと下げていくんですね。ただ、それもゆっくり、もうゆっくりゆっくりやるのがもういいです。もうとりあえず時間をかけましょう。っていうのも、まあ、つなぎ目がわからない。どういうことかというと、どっからどこまでが、この曲でどっからどこまでが次の曲かっていうのが、まあ、わからなくしたいわけじゃないですか。ってなると、一番重要なのは、曲の輪郭となるローをですね、まずロングミックスすることですね。で、その次にですね、まあ、ローがミックスされていれば、要は両方の、何ですかね、もともとかかってた曲、次の曲のですね、輪郭が要は混ざるわけじゃないですか。だから両方とも頭にインプットされます。なので、徐々にもともとあった曲の、ローの輪郭がなくなっていったとしても、もう混ざってる輪郭を覚えてしまっているので、次の曲の輪郭が残っていれば、あたかも曲が続いているかのように感じるんですね。その曲の中の展開のように感じやすいんです、フロアの人は。で、そこで徐々にフラットに EQ をしていきます。で、ちょっと音足りないなっていう時とかは、EQ を足したりとか、で、私、わざとこうやってローをですね、ちょっと下げて、ミッドを上げて、で、また元に戻すってことをやったんですけど、これちょっとですね、アクセントに使うとですね、もともとかかってた曲をですね、どん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 こう溶かすように消していくっていうイメージなんですけど、それを行う際に、ものすごくこう有効的な技になりますので、たまに使います。こういうのもちょっと覚えておいていただければ。これ僕がまあ見つけた技じゃなく、まあ、実際こういう技をですね、使ってる DJ がですね、まあ、たくさんいたっていうところですね。で、こういう感じじゃないんですけど、常にですね、EQ のバランスをですね、触り続けて、曲にですね、こう、抑揚をつけるのが上手いのが、まあ、日本の DJ 和田さんとかはすごく上手なんですけど、そういうところの人とかもですね、やっぱりこう EQ を触り続けるっていうのはあるので、本当にこう EQ をちょっとたくさん触るっていうのはすごい重要かとは思います。ただ、よくある、DJ 初心者の方によくあるのが、上ぐらいまで上げてって、右のローを上げるタイミングで、左のローをもう下げるみたいな人多いんですけど、ちょっとね、そうすると曲のなんかミックスのバランスがバレてしまうので、できれば僕はわざと片手でプレイしてる EQ を触ってるんですけども、これぐらいちょっと間隔空けてミックスしてもいいと思います。で、私右の曲、新しい曲ですね、上まで上げたんですけど、それをですね、また、まあ、9から8の間まで下げたんですけど、これもやっぱりもう全体的なバランスを聞いて、ちょっとでかいかなと思ったら下げる。で、ここでですね、左の元々かかってた曲の方がですね、ブレイクが入ってしまいました。ちょっとまあ、私一発撮りなので、ちょっと予想つかない展開になりまして、で、こういう時じゃあどうするかっていうと、もうすでにですね、ローの、まあ、要は輪郭、曲の輪郭をですね、ロングミックスで十分効かしてるので、
こうやってブレイクを使って、このを引っ掛けるっていう感じにしましたね。で、こうやって先にローの輪郭をですね、自分の、元々の曲の輪郭とですね、ミックスさせて、もうお客さんが、まあ、聴いてる人にですね、インプットしてるんですね。なので、ブレイク明けにですね、ローが戻ってきても、なんか新しい情報が来たっていうよりかは、さっき聴いてた音が戻ってきたになるので、まあ、要は曲のつなぎ目っていうところでは、まあ、わかりづらい、わかりにくいような展開になってると思います。まあ僕がやるより日中コーティングやった方が全然うまいのは分かってるんですけども、まあそういった方の技をですね、まあ僕なりに一生懸命プレイしておりますので、そこは多めに見てください。で、まあもう本当やり方はもう同じですね、ずっと同じことの繰り返しですね。なんでゆっくりゆっくりですね、ローをですね、入れ替えるときに、わりかしもう本当に2小節ぐらいでガラッと変えてしまう人がいるんですけど、まあ、ローの入れ替えは本当にどれぐらいだったでしょう、本当に32小節ぐらいやってもいいんじゃないかなっていうぐらい、もう本当にゆっくりゆっくりローをですね、ミックスして、今もうこの状態でですね、次の曲と元々の曲のローの輪郭がですね、もう混ざり合ってるんですよね。で、どこからどこまでが次の曲のローの輪郭なのか、もともとあった曲の輪郭なのかっていうのをもう分からなくさせるには、もう時間が必要です。ただ、逆に時間が解決してくれるとも思ってください。で、徐々に、ミントとかをこう入れ替えていくっていう。で、こういう時にですね、すごく重要なのが、やっぱビートマッチのですね、BPM がずれないっていうことがすごく重要です。私ちょっと分かりやすくするためにレコードでやってるんで、けど、やっぱりレコードだとやっぱ完璧にちょっと BPM が合いにくいので、難しいんですけど、まあ、CDJ とかだったら割かし簡単に合わせられるので、ビートマッチングはもうかなり練習してください。初心者 DJ の方にやっぱ多いのがビートマッチングが苦手な方が多いです。なので一度その BPM が書いている数字をですね、隠して練習するのもありかもしれませんね。なんか上手い DJ とかでしたら、そのミキサーのですね、ちょうど画面のミキサーの左にですね、ピッチコントローラーっていうのがあるんですけど、ここを触るだけでピッチ合わせるような方とかもやっぱりいっぱいいらっしゃいますので、すごいなと思います。ではミックスの話に戻ります。で、こうやってミックスしていて、ほとんどの音がですね、もう次の曲になっていても、今3ぐらいのポイントからフェーダーを下ろした時に音がなくなったのをやっぱり気づかれたと思うんですね。グッとつなぎ目わかるじゃんって言われたらもう本当にそれでおしまいなんですけど、一応4小節区切りで曲って展開するので、まあ、その4小節目のタイミングで音を切ると、まあ、なんか曲の展開かなって思ってもらえるかなと思って消しました。で、今何が言いたいかっていうと、縦フェーダーの音って、新しい音が入ってくるのってわりかし7、8ぐらいまで上げないとちょっとわからないんですよね、新しい音が入ってきたっていうのは。それでもちょっと本当にわかりにくいので、すごく新しい曲が入ってくるときってすごくフェーダーを上まで上げるんですね。それに対して反対に音を消すときって、わりかし3とか2ぐらいまで縦フェーダーを下ろしてるのに、その音の、要は、存在をですね、フロアの人はですね、忘れないんですね。もう頭にそのパターンとかがもうインプットされているので、もう音がちっちゃくなっても、その音をですね、見つけてしまうんですね。なので、本当に溶けるようにミックスしていくときって、やっぱり、音を下げていくっていうのがすごく重要な、難しいポイントになります。これジェフ・ミルズもよく言ってるんですけど、まあ、自分が音を新しく入れるときは、あんまりこう、慎重にならないというか、そこまで気を使わないが、もともとかかっている曲を消すときが、もう DJ として一番力量が見られるところだ、みたいなことを語ってますね。まあ、それだけ、まあ、次の曲を入れるのは簡単だが、もともとかかってた曲の音を消していくのは難しいということですね。だから、つなぎ目を、こう、わからなくする方法として、こういうロングミックスっていうのは重要ですね。だから、こう、展開、曲の展開をですね、どん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 やっていくような DJ が、
2枚のターンテーブルだけじゃこう足りずに3台目4台目を使うのもそういうところですね。やっぱりロングミックスするのがこういうものでつなぎ目を分からなくするのがすごい重要なので、まあ DJ ファンクみたいな、今度よかったら DJ ファンク解説したいと思うんですけど、ああいうもうどん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 変わっていくようなものに関してはここまで慎重になる必要はないのかもしれませんが、でこうやってローの輪郭をですね次のものにもうしっかりと移動させて、で今回はですねちょっとローの入れ替え割りかし早めだったんですけど、これはもう本当に曲と曲の相性だと思いますので、そこら辺も感覚値になって申し訳ないんですけど、もうこれも本当何回も何回もやって、この割りかし早めだった方がいいかなとかっていうのを覚えると、感覚的にあこういう音だからちょっと割かしロー早めに切ろうかなっていう風になんか体が覚えていくと思います。体というか耳が覚えていると思います。ただローがしっかり入れ替わったとしても、こう縦フェーダーを下ろすときにですね、縦で全体的なバランスは下げたいんですけど、ちょっとまあミドルの音だけ残したいなとかっていう時はこうミドル上げたり下げたりとか、まあ、どんどんこう曲と曲をですね混ぜるときに本当につなぎ目がわからないようにするときなんかに、本当有名な DJ がよく使ってるのが、まあ、こういうローをですね長くこうミックスする方法、そして徐々に徐々にこうフェーダーをですね移行させていき、本当にもうビートマッチングでずれないので音がちっちゃくなっていってもバレにくい、そしてギリギリのところまでしっかりとこのミックスしていることにですね集中して、音を切る瞬間もタイミングをちゃんと見計らってやるっていうのが、つなぎ目が分からなくする方法になります。なので、まあ、間違ってもですね、EQ のハイミッドをですねフラットにした状態で、上まで縦フェーダーも10上げてマイナス完璧に切ってるローをですね右から左にこう移行するっていう技だと、つなぎ目はバレてしまいます。なので、お気をつけください。ということでですね、今回の動画は以上となります。はい、いかがだったでしょうか？なんかご意見というか、ございましたらですね、コメント欄の方にください。今回の動画を作るきっかけになったもんですね、他の動画でですね、ご質問をくださった方がいて、スムーズな、まあ、DJ ミックスについてですね、ご質問をいただいたんですね。本当にありがとうございます。それでですね、私ももう勉強になりました。で、そういった時に、あ、こういう方法すればあったよなって思い出して、今回動画作ったんですね。なので、また何かあれば言っていただければ、その悩みをですね、解決できるような動画を作っていきたいと思いますので、ぜひぜひ応援の方お願いいたします。また、チャンネル登録していただければ、新しい動画アップした際にもですね、ご連絡差し上げることができますので、チャンネル登録もお願いします。では、今回は以上となります。ありがとうございました。